はいどうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、今回もですね、毎度のごとく先に入っております。なんとですね、2回連続脳筋デッキをやりたいと思います。脳みそ筋肉デッキです。はい、ですがと言ってもフレンドが違います。今回はですね、前回は称号月、あれ称号月って読むらしいですね。はい、称号月わかんないやだったんですけど、今回は渋谷です。はい、こいつは能力がさよなら男と威圧感意外性と2つね、いや、あいつは威圧感だけだったんですけど、こいつは2つあって、ポジション的にもね、あんまり被らないのでいい感じです。はい、でね、まさかのね、まあネタデッキとは言わないですけど、はい、こちらご覧ください。センス丸引きました。なんでね、本気でいきます。ネタがね、幸いしてね、不動の4番バッターになったりすることもあるんですよっていうのをね、見せたいと思います。はい、ということで気をつけるのは精神が結構余るのと技術が全く足んないということですね。やっていきましょう。渋谷くん初めて使いますね。ここらで一丁渋谷くんの能力を全て把握しておきますか。渋谷くんのイベントを把握しておきましょう。渋谷 SR と、なんか違うの出てきそうだな。渋谷の駅とか出てきそうだな。あ、出てきた。帰省のお土産。はい、ただただあれがやれ、あれするだけと。多分真ん中がいいと。精神修行。お、なるほど。2回で伝説のさよなら男。へえ、伝説のさよなら男だって。失敗でも満塁男のコツがつかめるんで。なるほど。ってことは代打で伝説のさよなら男。なるほどね、代打でそういう感じにしようかな。代打でさよならの場面で代打で出るような選手に作れれば最高っすね。渋秀って言うんだ。渋秀くん、ちょっと渋いけどやるか。いや、今の遊んでよかったかな。ちょっと冒険したな。今の遊びだったな本当は。ほら、びっくり、逃しちゃったよ。けどメンタルにいるよ。はい、プラマイゼロ、むしろプラス。渋秀くん意外性、さて意外性は1回で取った方が多分いいと思うんだよね。よし、取ります。18、筋力が足んないと。遊ぼ、一回言うのはなんで。いや、脳筋デッキいいと思うんだけどな、個人的には。友沢、滝本か、どっちかな。滝本優先しよう。広角打法やっぱ取りたいんでね。あ、まあアベレージいいよ。で意外性を取ると。オッケー、これは思い切って休みましょう。代打の神様と、なんかさっきの金徳さよなら、超絶さよなら男的なやつ両方取れば割といい選手になるんじゃないのかな。こっち、おー、さよなら男のコツかなり掴んだ。さあ、さよなら男ももう取った方がいいのかな。そうなると11、21、これ取った方がいいね。よし、取るか。で、悪球打ちも取ろう。で、ここで一回上げとくか。10月3週だよね。上げよう。ちょっとミートが低いっていうのが難点だな、最初から。例
ただでさえ技術があれな時にミートが低いっていうのはちょっとあれだけど、まあしゃあないな。うん、弾道はねやっぱ3になってないとホームランが打てないんですよね。うわミスった。まあまあいいでしょう。最近これ結構打てなくなってきたんだけど、スバルから。ふい。もう渋いけどしゃあないな。まあしゃあないでしょ。渋秀くん渋い。よし。よいしょ。うわこれも精神やった方がいいな正直。くそ、体力回復してる時に精神やるのなんかもったいない気がしてね。嫌なんだけど。うわ筋力上がらなかった、最悪だ。これは真ん中を選べと。んでもこっちだな。そのままストレッチとかしないかな。しないか。さすがにこれは、あ間違えた、危なかった。もうちょっとで押し間違えてた。で、ミートあげよう。OK。遠慮するよ。まあ一人とタックしてもあんま意味ないんだよな、もうもはや。ほらでびっくり逃すぐらいだったらさっきもう、ね、休んどいた方が良かったんだよ。難しいよサクセスはいつまで考えても。はい、これでムード丸も取ると。っていうことは、戦神結構いるな。代打の神様も取るし、さよなら、完璧さよなら男みたいな。なんだったっけ？全然覚えてない。金徳のさよなら男。伝説のさよなら男だったっけ？うわぁ、クソイベント。やる気を上げたいところだが、しかし。やる気を上げたいんだが、しかし。体力は満タンだとそうもいけないと。よし、いいね。いいね。一人とタックしてもしゃあないんだけど。な渋いね。さすが渋々。
よし。さあ、センス丸を生かしたいよ。よし、2人いる。やっぱ2人いるのは全然違うからね、実際。よし、オッケー、いいね。いや、騎馬なんていくらでも打てるさ、もう慣れればこっちのもんだぜ。さすがに休むか、合宿前だし。うわ、そしたら誰もいない。渋いね。ここで邪魔かろう。よし、びっくり。流し打ち。おお、そっちか。滝本は本当に初期評価が低いね、君は。よし、一回あげますか。あれだね、また補給をレベルこれくらいまであげとこう。精神鬼余りだな。こっち。よし、アベレージヒッターがこれで取れると。これだ、手伝う。これね、微妙なところだな。アベレージヒッター取って OK で、これは滝本に教えてもらいたいな。広角打法。おっしゃ、言ってみるもんだぜ。そしてアベレージヒッターがついたから、騎馬との戦いもやりやすくなったと。ウェイ、おお、三塁内野安打。おい、OK。 でも安打製造機はな、取れねえんだよな、技術点的に多分。おい、OK、試合。キャッチャー以外全員ビキャラだね、これで。
うわこの V スライダーを絶対打てない。うわ振っちゃった。うわシュートか。もう今の V スライダーって分かったな。 OK。 あ、ストレートか。おっしゃ。OK。 経験点が少ない。よし、さあ果てしなきモノマネの道で代打のあれ取りたいよ。よしナイスストレッチ。よしパワーヒットも取れるこれで。おっと50いるのか。これどうしようかな。ストレッチにやりに行くか俺で。あ小田切が来たか。まあいいけどさ。オッケー。広角とあれか。あチャンスのイベントが全然何も来てない。今気づいてしまった。チャンスが渋いぞ。よし、よし、金とこを3つ取るまであるぞ。うわーここはホームラン狙いに行ってやっぱアーティストを狙おう。ファールか。うわやっぱホームラン無理か。やっぱホームラン無理か。打てないか牙からホームランは。さあこの金徳を取るかどうかは結構悩ましいとこだな。いくらいるんだ技術点。94もいるのか。悩ましいな。俺はお前の方が心配だ。流し打ち。そっちかい。よし。いや友澤は SR で欲しいな。本当に SR で欲しい友澤は。
あ、ミスター今の種で能力上げといたら打順が上がったかもしれないと思ったら5番だったらまあいいや。よし、ホームラン打つよ。またこのスマホが熱いパターンのやつだ。スバル1番ピッチャー、スバル初めて見た。打順的にそんなことあるんだ。オッケー。あら、取られちゃった。今の打ってたら、ホームラン打ってたらもうコールド勝ちだったのに。よいしょ。いいの？OK、 ストレッチ。あ、大田切りが来た。まあいいけど。渋いな。渋すぎんよ。よいしょ。おっと、もうちょっとでアンダー製造機が取れるあれだったのに。これでいっか。よし。マジかよ。やばい、負ける。勝ちたい。1点しか返さないんかい。まだ牙投げとんかい。そしてやっぱり外打席で打たなかったのかな。よし、これで点入れてくれ、この回。よし、オーケー。渋秀くんね、渋秀くん。あー、超やりて。ガシャーないからアンダー製造機取るか。走力曲げるか。
よし、行くで。うわ、スマホが熱くてめっちゃ手汗が出ちゃうんだよね。毎回毎回この辺になってくると。スマホが回路みたいになってるぜ、本当に。うわ、ほら、もう今指が引っかかったから打てなかった。もうだから録画撮るといい選手が作れないんだ、いつも動画にすると。入れ。よっしゃ、さすがの脳筋デッキ。これも入るでしょう。うわ、入らんのかい。ホームラン打たないと。よし、入ったでしょう。よっしゃ、経験点マックスだ、これで。ナイスナイス。うわ、これはどっちだ。こっちだな、さすがに。自分の打席のみプレイ。またこのパワーが鬼余りのやつだ。でも流しと広角取りたい。逆境も取ったれ。もうよし、とりあえずパワーへ総力し、 OK。やっぱ脳筋デッキだとこういう感じになるよな、それは毎度。パワー A だよ。パワー A なのに入らんのかよ。やばい。うわー、思ったよりストレートが速かった。今の152キロか。よし、あー、もうあかん、全然打てねえ。てか変化球に手出したのが間違いだった。つかスタメンが強すぎて自分が打たなくても全然勝っちゃう感じ。まあでも、まあまあ 最低限打った。最後まで引き筋力かい。精神鬼余りするよな、こうやって使っても鬼余りするよな。広角と流し取りたいけどな。
こうやって精神を使っていくスタイル、他に精神使うやつなんてないもんね多分あんまり。よし行け。EAC って気持ち悪いな、なんか能力が。うわマジかよ、アウトかよ。うわ渋い、打たないと。フォーボールやめて。おっしゃー、ストレート狙いが効いたわ。もうこうなったらストレート狙っていこうかな。うわストレートだったんかい、だったらパワーで打ったらよかった。しかもアウトかい。おっしゃうまい、このちょこんと当てる感じ。おっしゃ優勝した。おっしゃよし1位指名。そしておっしゃ経験点がじゃんじゃか入ってくる、この気持ちいい感じ。でもね、何があれだったって、金徳イベントが来なかったね、結局。二人とも、SR の二人の金徳イベントが来なかったのが辛かった。それがちょっと敗因だな。あ、上げすぎ、疑惑。ちょうどだった疑惑。一個下げて、違うなこっちだな。いや金徳イベントが2回来なかったのが辛かったな。これで代打の神様とさよなら男、伝説のさよなら男取れてたら相当いい選手だったぞ。代打の神様とさよなら伝説のこれとこれが金徳になって、補給が多分 D とかになる感じだったらめっちゃ良かったんだけどな。でパワーもちょっと S に届かなかったっていうね。さあ今のが何ランク選手だと思いますかね。なんていう名前で作ったっけ、そもそも。おー A ランク選手ですね、やっぱり A ランクだ。でもまあチャンスのコツもね、宇戸くんが来なかったしで、本当に運悪い中、まあセンス丸引いたからそれで補えたっていう感じでしたね。センス丸でなんか運の悪さを補った感じでした。はい、ということでね、まあさっきみたいなデッキだと本当にスタメンが強くなるので安定して甲子園が勝てますね、優勝できますねっていう感じでもありました。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしよろしければね、再生リストの、概要欄の再生リストの方から過去の動画もご覧ください。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。アディオス。